前回ちょっと音量が低かったんで、ちょっとマイクかなり近づいて、喋りたいと思います。浦島太郎、昔浦島太郎っていう人がいて、ちょっと家の人に釣りに行ってくるっていうんで、海に住んでて、海とかに住んでて、釣りに来るっていうんで、釣り場に行ったら、砂浜に行ったら、その子供たちが、ちっちゃいカメとかをいじめてて、で、それやめろっつって、カメを助けたんです。で、そのカメが、助けて、いじめから助けてくれてありがとうっていうことで、竜宮城っていうとこあるから、私の背中に乗ってくださいってね、そこいいとこなんでって言って、で、浦島がそれに乗って海の中に潜ってって、で、そしたらまあお城みたいなのがあって、で、そこに乙姫っていうすごい姫お美人のお姫様とかいて、ヒラメとかが、フーとかがなんかヒラメの踊りとかやってて、で、それ宴だって言うんで、そこでお礼とかいっぱいしてもらって、亀助けた んで、お礼とかしてもらって、で、ずっといたいなみたいな感じで、乙姫とかとこう楽しくやってたんですけど、そろそろじゃあ俺も帰んなきゃなっていうんで、浦島が帰ろうとした時に、その乙姫から、これ宝物なんでって、その代わり絶対開けないでくださいねっていう、その箱ですか、箱をもらって、で、あ、玉手箱っていうやつをもらって、で、これでバーって海から泳いで帰ってきてら、その昔は自分が住んでたところに戻ったんだけど、誰もいなくって、あれなんだと思って探したんだけど、自分の家とかもなくって、あれおかしいなと思って、それ絶望して、で、開けるなって言われてさ、玉手箱パカッて開けたら、中から煙がバーって出てきてて、年寄りになっちゃって、で、わあ、うわあっつって、うわあっつって、めでたし、めでたし。